パイオニア、頑固者、マイペース。かつてこのように呼ばれた一人の日本人ピッチャーがいました。トルネード投法と呼ばれる、体をねじらせるようにして投げる独特のフォームが特徴の剛腕ピッチャー。それまで閉鎖的だった日本野球界にメジャーリーグの扉を開けた先駆けの男です。今ではメジャーリーグで日本人が活躍することは珍しいことではありませんが、1990年頃は日本人がメジャーリーグで活躍することなど、日本でもアメリカでもありえないと言われていたことでした。彼はそんな野球界にトルネードのごとく風穴を開けてみせます。意外にも彼は中学生までは全く無名の選手で、目立つこともありませんでした。しかし自分の投げる球の威力を少しでも上げたいという気持ちから、体をひねったトルネード投法を考え出します。当時はせいぜいつむじ風程度だったことから、つむじ風投法と名付けられていました。プロへの道のり。彼は高校受験の際、野球の強豪校をいくつか受験しますが、すべて不合格になります。その後進学した別の高校では、2年生からエースを任され、完全試合を達成します。しかし彼らは甲子園出場は叶いません。彼の噂を聞きつけたスカウトが彼の元を訪れますが、それをすべて断り、実業団に進みます。その時の彼の給料は額面で12万円ほどだったといいます。実業団での彼の活躍は目覚ましく、都市対抗野球や日本代表へ選抜され、1988年ソウル五輪では銀メダルを獲得し、日本の野球界で頭角を現します。その頃には彼は名実ともに社会人ナンバーワンピッチャーになっていました。1989年のドラフト会議では、どの球団から指名されても入団することを明言し、史上最多の8球団から指名を受けます。推定契約金は当時としては史上初の1億円超えの1億2000万円とされています。まさに破格の扱いでした。この時の契約条件には、投球フォームを変更しないという内容が書かれていたそうです。プロで初登板。1990年4月10日、彼はついにプロとして初登板。しかし、プロデビュー後はなかなか勝利に恵まれず、4月29日、1試合17奪三の記録を残し、初勝利を収めます。後に彼は自身の野球人生で印象に残っている試合は2つと語りました。その一つがプロ初勝利の日です。この試合では自分のことよりも後に続く後輩たちのことを考えていたといいます。もし自身がプロで活躍できなければ、社会人野球出身者はダメという印象が染みついてしまう。その結果、後輩たちが社会人野球からプロへ転向しづらくなってしまうと考えていた中での勝利でした。パイオニア。彼は社会人野球からプロへの道を切り開いたパイオニアでもあったのです。同年、彼は投手4冠を獲得します。最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率新人としては異業中の異業です。さらにベストナイン、新人王、沢村栄治賞、 MVP も獲得し、日本プロ野球界で最も注目される選手になりました。
順調に見えた彼のプロ生活ですが、球団の方針や当時の監督への不信感を理由に所属球団を退団、ついにメジャーリーグに挑戦することを決意します。1995年ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結びますが、年俸は980万円まで落ち込んでしまいました。1995年5月2日、彼はメジャーリーグで初登板の日。この日の試合が彼の野球人生で印象に残っている2つのうちの残りの1試合でした。この試合をきっかけに日本人でもメジャーリーグで通用するということが証明され、今日まで続く日本人のメジャーリーグ挑戦が始まったのです。彼が長い野球人生において印象に残っている2試合は、いずれも後に続く後輩のことを考えていることがわかります。後に続く社会人野球出身者、後に続くメジャーリーグ挑戦を夢見る日本人選手、まさにパイオニアと呼ぶにふさわしい行動です。活躍、不調、そしてメジャーリーグデビュー翌月には初勝利を挙げ、完封勝利、球団の奪三振数更新、オールスター選抜、最多奪三振賞、7年ぶり地区優勝などあらゆるタイトルを手に入れます。1996年、3年で430万ドルの日本人としては破格の契約を結ぶこととなりました。その年の活躍も目覚ましく、2年連続200奪三振、日米通算100勝を達成。1997年、以前から違和感があった右肘の手術を受けた後から少しずつ活躍のペースが落ちていきます。1998年6月、ロサンゼルスドジャースからの退団を決め、その後はニューヨークメッツにトレード移籍。移籍後も思うように成績は伸びず、複数の球団を転々とします。複数の球団と契約を交わしても思うように回復しない右肘の影響を受け、全盛期のような力を出せずにいました。2008年、彼は日本の球団から交渉を打診されますが、これを拒否し引退を発表します。数々の偉業。社会人からプロに転向して18年目のシーズンでした。日米通算201勝、見事な成績でした。2015年、彼はアメリカのプロ野球スカウト財団からメジャーリーグの国際化に貢献した人に贈られる先駆者賞を受賞します。さらにアメリカのスポーティングニュース社が発表したメジャーリーグで最も重要な40名に日本で唯一選ばれます。このことからもわかるように、彼は日本からアメリカに挑戦し活躍を果たした日本人の先駆けです。また後輩たちは彼が開拓した道があるからこそ現在でも活躍できています。挑戦するだけでなく、誰もが納得する成績を残す、彼にしかできなかった偉業です。マスコミ嫌いで多くは語らない彼ですが、メジャーリーグ挑戦の先駆者としての責任感は日本人の誰よりも強く情熱的でした。イチロー、ダルビッシュ、田中将大、いずれも一人の日本人が切り開いた道を通ってアメリカの空の下で活躍を続けています。その一人の日本人こそ野茂英雄。メジャーリーグの扉を開けた先駆けの日本人です。ご視聴ありがとうございます。あなたが最初に野球をしたのは何がきっかけでしたか？ぜひコメントで教えてくださいね。コメントは目を通させていただいています。最後までご視聴いただきありがとうございました。
すべて不合格になります。その後進学した別の高校では2年生からエースを任され完全試合を達成します。しかし彼らは甲子園出場は叶いません。彼の噂を聞きつけたスカウトが彼の元を訪れますが、それをすべて断り実業団に進みます。その時の彼の給料は額面で12万円ほどだったといいます。実業団での彼の活躍は目覚ましく、目立つこともありませんでした。しかし自分の投げる球の威力を少しでも上げたいという気持ちから、体をひねったトルネード投法を考え出します。当時はせいぜいつむじ風程度だったことから、つむじ風投法と名付けられていました。プロへの道のり。彼は高校受験の際、野球の強豪校をいくつか受験しますが、きっかけの男です。今ではメジャーリーグで日本人が活躍することは珍しいことではありませんが、1990年頃は日本人がメジャーリーグで活躍することなど、日本でもアメリカでもありえないと言われていたことでした。彼はそんな野球界にトルネードのごとく風穴を開けてみせます。意外にも彼は中学生までは全く無名の選手で、都市対抗野球や日本代表へ選抜され、1988年ソウル五輪では銀メダルを獲得し、日本の野球界で頭角を現します。その頃には彼は名実ともに社会人ナンバーワンピッチャーになっていました。1989年のドラフト会議では、どの球団から指名されても入団することを明言し、史上最多の8球団から指名を受けます。推定契約金は当時としては史上初の1億円超え。パイオニア、頑固者、マイペース。かつてこのように呼ばれた一人の日本人ピッチャーがいました。トルネード投法と呼ばれる、体をねじらせるようにして投げる独特のフォームが特徴の剛腕ピッチャー。それまで閉鎖的だった日本野球界にメジャーリーグの扉を開けた先